はい、こんにちは、アルです。ということでポケットモンスターさんも引き続きやっていきたいと思います。っていうのもちょっと語らせてあのね、俺実はその1日前に手に入れてたんだよ、ポケモンサンムーンを。とある近所の優しいゲーム屋のおっちゃんと秘密の取引をして1日前に手に入れて、でまあさすがに発売前に動画を上げるのはさすがにちょっとアウトかなと思ったんで、発売日の0時00分に動画を上げたの。俺絶対伸びると思ったのね。だって誰も上げてないんだもん、全然伸びなかっただから絶対俺初見が多いなと思って、いつもの俺を抑えてなの。結構なんか慣れてない人だと俺のテンションうざいかなと思って抑えてなんだけど、もう伸びないって分かったけど、もう好きにやらせてもらう今回からもういつもの俺を出すんで、皆さんよろしくお願いします。もうここから先はもう私のステージです。はい、というわけでまあ、とりあえずそうだ、動画外でちょっとポケモンちょっと捕まえたんで、ちょっととりあえずパーティーをね、カーソル入ってた、紹介したいと思います。まず、まあコイルとニャースを前回ゲットして、あとゴンベも捕まえて、あとベトベター、こいつがねトレーナーズスクールの草むらにいたんでちょっと捕まえました。まあどうなんだろう、これ強いのかよくわかんないんだけど、なんかリージョンフォームなんで、なんか一応捕まえといたって感じですね。よし、じゃあ次はもうガンガン進めていくよ。もうここから先はもう俺のステージだから、もう本当にもう気にしない、再生数なんて気にしない俺は。もうポケモンを最大限に全力で楽しむ。はい、で次確かハウオリシティになんかリーリエが連れてってくれるっていう、なんかイベントが、うわ都会やん、ハウオリシティビーチサイドエリア、へえ、なんかおしゃれ、ハウいるやん、ハウ、うわ水着のお姉さんがいる、仁王立ち、うわビビった、そのアングルでいいね、そのアングルいいね、お前はいいよ、もうお前お姉さんを映せ、お姉さんを、ハウはどうだっていいんだよ。あら、あなたそうだよ、あこういう人結構好みだわ、ほうほうほう、いやいや、なんか恥ずかしいからやだ。ハウオリシティは建物いっぱい、観光案内所もあるろ。これなんかロって語尾どうなの？あ、でも、どんどんなんか、ナビゲートされてるんで、どんどんそっちに向かいたいと思います。はい、来た。ショッピングエリア。お、ハウ。いいね。お、いいとこ。なんだ。フレンドリーショップとかだったら殴るぞ。あれ、そうじゃね？そうじゃね？お、ロトムズカ持ってるといいものもらえる。へぇ、ポケファインダー。やったぜ。ね、なんか、6V メタモンが簡単に見つかるみたいな、そういう、ポケモンの撮影いらない。いらない。へぇ、撮影できるんだ。なんか、嵐のように去るな、あいつ。本当にキュートなんですよ。いや、リアルで見た方が俺キュートだと思うけどね。だってアイドルとかも写真で見るよりさ、実際になった方がなんか何倍も可愛いって言うじゃない。お、ハウ。お、リーリエ。うわ、出てきた。びっくりした。いきなり取られた。肖像権。あ、今のなんだろうねって、なんか、伏線な気がする、今の。なんか重要な伏線な気がするな。おお、なんだ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 、なんか説明しようみたいな感じか。ああそういう感じだ。しかも無駄になんか体格いいなこいつ。壁の壊れた部分が撮影スポットなのそれなんかすげえな。じゃあちょっとその辺の壁ぶっ壊してさ、ちょっと撮影スポットを新しく作らないか。アイコンが変わったら R ボタン。お、来た。おぉ、ピカチュウいいじゃん。おい、もう写真撮ってないで、早くボール投げろ、ボール。ボール投げろ。あ、これ、DS 傾けていけるんだ。へぇ。よいしょ。まあ、ぶっちゃけ、これ体験版でやったから知ってた。あ、いえ。待て、これどうすんの？これ何枚撮影すればいいの？これ。あ、なるほど、6枚取ってどれ選ぶかってことねなんかほんとどれでもいいんだけど、これでいいわ。はい、え、コメントこんな
そんな一瞬でくんのお前舐めすぎだろ、ネット舐めすぎだろ、お前再生数100回、あいいいいいらないいらない、終わる。再生数100回稼ぐのどんだけ大変だと思ってんの YouTube。 いやほんとね、僕今だから4万人いるからすぐ100とか行くけど、いやほんとね、始めた頃はほんとにその100の山っていうのがほんとにね高いんですよねっていう、まあなんか昔話をしといて。お、リーリュ、よ、そうだよ、ママ、なんかママだよ、恥ずかしいからそうだよにしとこう。お、同じの持ってんの、99,999人目のものを。いやいやいや、ちょっとしょぼくね。てかせめて服くれよ、服。なんでレンズケースなんで、意味わかんねえよ。まあ いや、これでなんかもらえたんで、どうしようかな。次はどこ行くの、こっちか。このロトム図鑑ほんと便利だなっていうか、どんどんなんかポケモンってアップデされるごとになんかぬるくなっていく気がする。なんかどんどんモンハンもしかり、ターゲットカメラがついたあたりからどんどん初心者仕様になってって、なんかあれだな、20年後ぐらいには博士が、大キロ博士的な存在の人がディアルがくれたりするんだろうな多分。でなんかスカルダンが悪さしてるよと。ボートエリア、あ、これ倒すパティーンだな。よし、赤い旗のところに向かおう、ひたすら。ほい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 、骨の木楼が叩き潰してやるぜ。弱点たくさんの木楼が。お、なんだっけこれ、ペコリーヌだよね。お、ハウがいる、ハウが。お前もしやスカルダンだな。あ、マサラダうまいよね。本気のじいちゃん、あ、腹ね、腹。怪力いいんじゃん。あれ次どこ、マラサダ、マラサダ食うの。マラサダはいいや。怪力、うおー、ビビった。いいね、お前その声イケボだから多分実況したら売れると思うわ。でボートエリア、あーこっちね、はいはいはい、オッケーオッケー。でこれなんか悪さしてんの、お前か。あれ、お前じゃない、お前じゃない。あ、スカルダン来た。クソだせえ。あ、こいつキャプテンか、イリマって。お前どうせあれだろ、なんだろう、なんかズバッととか出してくんだろどうせ。こちらな、オッケー。お、かっけー、 BGM かっけー。うわ、かっこいい、無駄に下っ端のくせに超かっこいいじゃん。来た。なんかカカシ先生みたいな顔してんな。いや、ズバッとな、本当にズバッとだった。あれ、こいつなんだっけ、毒飛行虫、あれなんだ、こいつなんだ、これなんだっけ、あれ虫入ってないよね確か。葉っぱカッターでいいや。あ、でもそっか、毒に葉っぱカッター効かない。あ、ごめん。普通に、おお、驚かす使ってくる。じゃあなんだ、つつくとかでいいのかな。よし、聞いた、オッケー。いまだになんかタイプ相性がなんか微妙なんだけど、大丈夫かな。すげえ、めっちゃかっこいい BGM。 そしてカカシ先生めっちゃ弱かった。このイリマってやつとも戦うことになるんだろうな。お、やった、お前そんなことできんの、チートやん。ポケモンセンターいらないじゃん。え、なに、あ、もう試練来た、やったぜ。お前なんか正面から顔見たら結構キモいな。あ、なに、もう戦うのマジで、そんな、うわ強そう。何出してくんだろう。ヤングース、あ、このまっすぐまもどきか。はいはい、こいつね。こいつは多分葉っぱカッターで一撃だと思われ。
お前イリマお前体勢がお前えぐいほどかっこ悪いな。葉っぱかった。お、なかなか耐える。いやお前攻撃の腕上げんのもすげえダセえ。なんだこいつ。さっきまですげえかっこよかったね。なんか最初の印象が一番かっこよかった。正面見たあたりからどんどんなんか右肩下がり。お16、そろそろリーフブレードとか覚えないかな。まだが。ニャース来た。これ学習装置ほんとドーブルダークホールとかしてくる気合のハチマキ、ガムシャラ、道連れ、ダークホール、なんだフェイント。お先生の爪来た。弱っ弱っ。よし、アゴジムシ、いいね。こいつのさ、確かアゴジムシの最終進化は確かクワガノンだよね。俺あれなんか公式サイトで見たんだけど、めっちゃ好きなんだけど、めっちゃ使いたいわ。面白いチームですね。ありがとうございます。茂みの洞窟、あ、まにまだあんの。2番道路の先まだあるんかーい。ということで、2番道路どこよ。早く、もう喋ってないで、早く早く地図見せろ。どこ2番道路。2番道路ここか。ガーッと左上だね。オッケー。早く自転車欲しいわ。ガーッと行きたい。ガーッと。いや、なかなかこのハウオリシティの雰囲気俺好きかもしんない。このなんかいい感じの都会みたいななんだいい感じの都会って。お、リリエ、私よく迷うんです。お、一緒に旅しましょう。フラグ、これはふんふん。ピーコスモック欲しいな。それよこせよ、そのバッグなんか最初のオープニングのひったくりみたい。なんだか見たことある。おハラヤン、タツノリヤン、触れまーすあ、なんかこれあれか、これあれな、主人公補正ってやつだな。どんな動物にも好かれるっていう。あ、逃げた。いやお前総力じゃ無理だろ、明らかに。何かしら乗れよ。さあ、じゃあガンガン進んでいこう。2番道路。お、いいね。トレーナーはね、戦闘経験値入るから。お、大人のお姉さん、まあまあね。いやお前すげえブスになったね、一気に。あ、こいつでいけるんだ。お薬、起きろ。このシステム俺クソだと思うんだけど正直このシステムクソだと思うんだけど、無駄に時間かかるし。オッケー。おー、かわいい、かわいい。あれな、結構今回のポケモンなんか可愛さを重視してる感じがする。このモクロウのモフモフ感といい。でここでなんかいいポケモン出ないかな。なんか序盤おすすめみたいなまとめサイトみたいなあったんだよね。まあとりあえず2番道路にはなんかめぼしいやつはいないっぽいんで、まあ、とりあえずはいいでしょう。お、エンジのエンジン全開、クソ面白い。こいつ実況者の才能あるわ。エンジの君を、なんかすげえエンジのね、おっさんみたいな名前してんな。ごめんね、なんか全国の君をさん。飛行タイプ来たー。もうやだ、もうこいつマジで。つつく。オッケー。強っ。木狼強っ。まあ、なんか、そう、実況者のね、なんか、不便なところって、実況シナリオ実況やると、その家以外ストーリー進めらんないっていうあれで、なんか学校のね行き帰りとかも俺普段はやるんですけど、結構なんか新発売の、お、ヒロミ畑いいよ、新発売のゲームとか発売されると電車内とかやったりするんですけど、実況やっちゃうとね家以外取れないんで、それが辛いんですよね。だから延々と電車内はレベル上げをしてました。
トレーナーズスクールの草むらで。あ、スカルダンやん。お前ボスか、ボスかお前。お、さすが強気。お、このおっさんとダブルバトルか。このおっさんなんか強そう。なんかディアルガとか出しそう。俺今日何回目だディアルガっていうの。2回目だわ。ズギャン、もうこのかっこいいのもういいよ。うざいから、もううざいからいいよ。もう疲れたの下っ端。どうせズバットだろお前も。スリープ、それは予想外。こいつあれだよな、葉っぱカッターで多分問題ないよね。カッター、ズギャン。おーっと、あれ弱っ。すごい。オッケー。てかこの戦ってる体勢からしてこいつ戦う気ないだろもう。なんだっけ、キャプテンしかり。名前忘れたわ。イリマだっけ。イリマだ、そうだイリマ。オレンの実？あざーす。きた。いやでも持たせておくのなんかもったいないから、ね、一応キープだな、ここは。で、どこ行くの次。あ、その奥だね。いやなんかこのスカルダンはなんかあれだな、前座っぽいな。最初のオープニングで出てきたなんか、リーリーを追ってたやつらが黒幕っぽい。おっと、すげえとこで待ち構えてんな。そんな俺盾で来るポケモントレーナー初めて見たかもしんない。ミリスカートにムーマ。いやムーマはね、俺がダイヤモンド選んでパール限定っていうことを知ってね、なんか捕まえられないっていうことにショックを受けた日を思い出します。驚かす。オッケー、あれ微妙。オッケー、これ抜群の効果音俺めっちゃ好きなんだけど、バシャーみたいな。120キロのデブを10メートルの飛び込み台から落としたみたいな音、バシャーンって好きだわ。お、ポケセンあんじゃん、ポケセン。お、いい傷薬、いいね。お、ハウやん。元気。なんだ今の会話。こいつコミショだな、もしや。いいよいいよ。でも最初から言えばいいのに、そうやって。ふんふん。茂みの洞窟。お、やったぜ。元気のかけらいいね。できるな、なかなか。これ元気のかけら分けるとか絶対できねえわ。あ、カフェね。そういえばなんやかんや言ってねえな。じゃあちょっと一応回復しとくか。待って。よいしょ。トゥントゥルルン。オッケー。